石膏でできた砂漠のバラ重晶石でできた砂漠のバラいくつかの塊がつながった様子砂漠のバラとはある種の化合物が自然現象でバラのような形状の結晶に成長した石である砂漠のバラには透明石膏でできたものと重晶石でできたものがあるこれらの鉱物は本来透明で滑らかなのだが表面に砂が付着しているため砂漠のバラは 茶色くザラザラした石であることも多い。また、赤鉄鋼の中にもバラの花状の結晶を作るものがあり、これは砂漠ではなくアルプス山無薬などで産出される。メキシコやサハラ砂漠で採取されたものが多く出回っている。原産地には人より大きい巨大な岩石のようなものもある。砂漠のバラは水に溶けたミネラルが結晶に成長するものなので、 砂漠といえども水がない地域からは出てこない。そのため採取された場所にかつて水が存在した証拠としても扱われることがある。一説にかつてオアシスのあった場所で水が干上がることによって水に含まれた化学物質などが結晶化し形成されるとも言われる。得意な形状で知名度も高いことから標本や置物としての人気は高い。 鉱物標本などを扱う店では、サハラ砂漠北部、メキシコ、オーストラリア産などが小さいもので1000円前後、少し大きさのあるものでも数千円から売られている。ありがとうございます。